はい、今日は久しぶりにガチ戦レギュ最強キャラ来たね、カブトムシちゃん。でもね、密かにずっと練習してるからもう中カブトをね卒業したい。空室の中カブトはね、もうそれなりにこのゲームが上手い人ならね、誰でもできることだから、これ。まあまあまあ、 その先に行きたい。もうなんなら N 室を禁止の縛りを取ったとしても勝てるぐらいにカブトのポテンシャルを引き出した。5個目押し拾える。ダメか。捕まっちゃった。強い。ごめんね、あんま喋れてなくて。いや、いい鮮やかなプレイがね見せられてる。カブトはね、考えてないとね負けちゃうんだよね。なんかここ N 室は別にそれやってれば勝てるっていう強行動ではないから。まあ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 、ダメか。やりますね。置き攻めは私の負けのようです。あー、捕まっちゃったか。着地広いですね。危ない。えい、間に合わない。逃げる逃げる。あー、やる。しっかりアルティメットになる。なる。ふい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 。だねー。てめー。ふい。あー、スカッター。マジかー。ここはゲージため。あぶね。おお、この後ずさりは強いよ。痛いよ。でもめくるよ。でもクーダでめくれるんだよ。めくれるんだよ。あー、つえ。後詰めが強い。さあ、ゲージがなくなってしまったけど、相手もそんなにあるわけではない。ここは結構安定行動でもいいから、負けない立ち回りを、そしてゲージ大事にをテーマにいきたいけど、そればっかじゃダメだよね。寄ってちゃいけない。つえ。攻め時と守る時をしっかり見極めるのが兜使いの仕事。さすが、お強い。あー、捕まっちゃうか。勝ってる勝ってる。先が投げ。いや、全然勝ってる。おお、やる。はい、来るでしょ。くっさ。よし。あー、でもだいぶ中カブトは卒業できた気がする。ラウンド1。いや、カブトは奥が深い。それゆえに最強キャラでもない。俺なら嫌にならない。どうしようもないクソキャラはね、使ってて自分で嫌になるから。奥が深いんだよ。まあ、わかりやすいね、クソキャラっていうとね、残機とかね、その辺になるから。はい、あー、いいか。やりますね。ほいほい。なる？なるか。なるか。はいはい。さすがにダメかな。はい。冷静。投げてくる。これはめくれるでしょ。ダメか。はい。いや、死ぬな。ダメか。弱いな。今のはお上手だったわ。ああ、やるわ。あ、ゲージさん負けちゃった。我慢した甲斐があった。さあ、攻め時とね、守り時の見極めが非常に大事、カブトは。ダメか。あー、くそ。つえ。死なない。死なないなら。あー、いって。あー、ぶね。いや、これはダメ。
あー、はい、弱が強え。ラウンド切りつく。まあ1本目取られちゃったからな、ちょっとね、そんなに余裕ぶっこいてられはしない。弱いな。あぶねー、我慢したのは良かったけど、この選択はダメでした。ここは奥攻め。あーダメか、はい、ほい、あぶねー、アーツに助けられたけど死ぬ。いや、アルティメットここで吐いてくれる。吐いてくれるのはでかい。いや死なないこれは。あー見ねー、ショーちゃん出ない。いやーいった、まあ、今回入ったからいい。ここはこれ以外ねえだろ。ラウンド、いやーちょっとゲージ稼がれちゃったのが痛いな。俺の弱さですね、まだこれは。はい、うん、はい、うーん、あーダメか。なんとか行きたいな、行きたいな。いやー行かせたくないっすね普通。あ、あーこれ俺死ぬな。ちょっと開けなかったな、くそー。